ざけただけよ、ハンナ。ブラックウッドで起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。ハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて二人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし。ああ、ちょっとなんだか親密になっちゃってる。どう？バタフライエフェクト。あれねえ、今なんか言った？ああ、残念、色仕掛けに夢中で聞こえない。やめろマイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。ああ、わかった。今の聞こえた？ねえ、ちょっと一体何来てるの？いいよ、霊界への片道切符だ。あ、それと助手には気をつけてね、企んでるから。そういうことするのかよ。ジェイス、ジェイス、よし、どれどれ。霊と交信するには先入観を捨てて、抑制を忘れ、すべての欲望と夜明けまで8時間、意志を他のものに委ね、高齢術師が引き起こす現象に身を委ねなくてはならない。つまり僕に。嘘ばっかり。参加者全員が指示に従い服を脱がなくてはならない。ブレスコラ、真面目にやれよ、うん、俺は至ってリアル時間ともリンクしちゃってる。もういい、早く始め。ああ、頼む。はいはい、やってみるか。アシリー、最近回収したことだし、霊媒師役やる？なんだろう、これ ローカルゲームですかね。これはね、ビジャボードっていうのはね、知ってますよ。なんかあるの？オカルトなんですよ。日本でいうとこのコックリさん的な。そう、海外ではボードゲーム感覚で売ってるらしいね。なるほどね、うん、アシュリーエラ張ってんな。ババクサよ、言い過ぎですよね。なんか、なんて言うんだろうな、20年後が分かる顔というかね。むしろここから変わんねんじゃねっていうか、もう。そうね、うん、別に僕この作品をディスりたいわけじゃないですからね、僕ら。オッケー。そうよ、誰かいる？そう、アシュリーだってこのアングルが可愛い。もしここにいるんだったら姿を見せて。遠目が可愛い。遠目が可愛い。遠目がおばさんなんじゃね？ちょっと待った、うん、動かした。何もしてないよ。また動いてる。H、 なんだって？待って、どうなってる？動かしてる？勝手に動いてるんだよ。嘘だろ。助けて、ヘルプ。一体どうやって？わからない、これどういうこと？せめて相手が誰なのかわからないと。え、何、どういう意味？どうやったら助けられる？また動き出した。うわ、なんて言葉？ケイ。動きが早い。ケイコ。なんだよ。ああ、嘘、警告。僕たちが誰と交信してるのか突き止めないと。問いかける。正体がわからないと助けられないよ。あなたは誰なの？動き出した。いいぞ、 S、 I、 S、 T、 E、 R、 妹。いや、 B じゃん。妹？誰のだよ。こんなの嘘に決まってる。うるさい、誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。ああ、でもじゃあどっちのことだよ。ああ、なるほどね。聞くんだ。ここに選択肢なんすか？ここに選択肢を持ってこられても。一体誰なの？ベス、あなたなの？イエスかノーってこと？あ、イエスだ。そんな。嘘だろ。ジョッシュ、あなた平気だ？本当に？なんならやめたって。いや、おい、やめれんの？何を言うのか聞きたい。何から始めれば？やめとけよ。いいか、もしこれが本当にベスならあの夜何が起きたかわかるかも。そうね、うん、それじゃあ、謝る。ベスは謝られる方なの？ベスはあれだよね、追いかけた方だろ。そうだよね、うん、判断を追ったんだよね。そうだよね。ベス、あなたたちにあの夜何が起きたか知りたいの。 H、 A、 N、
N ハンナだ。まだ動いてる。 K I L L 嘘でしょ。殺された？なあ、一体どういうことだ。もうやめたくなってきた。続けないと。とにかく落ち着こう。多分ハンナは誰かに殺された。わからないよ。じゃあ質問を変えよう。殺されたか。そうだよね。え、殺されてた。行くよ。ハンナはどうやって殺されたの？ L I B 図書室だ。図書室に何かあるのかも。 B R O O 証拠、証拠があるのか。図書室。怖っ。なんなのこれ、クリス。いいか、こんなのデタラメだ。現実じゃない。ジョッシ、私にも訳がわからない。いいか、俺をからかってこの悲しみを乗り越えさせようとしてるのかどうかわからないけど、こういうのマジで迷惑なんだよ。ジョッシ、ちょっと、ビジャボードをやりたかったのはあなたでしょ。落ち着けよ、アシュリーのせいじゃない。ふざけたことしやがって。もうたくさんだ。そうなんのか。テンパったね。追いかけた方がいい。いや、どうかな、きっと平気だよ。そっとしておこう。ジョッシュは悪くない。あんなのおかしいもん、物が勝手に飛んでくなんて。君がやったとしたらお見事の一言だよ。私何もしてないってば。言われた通りにしてみない。いやでもそうだよね。これジョッシュからしたらまあね、うん、そう思うのも、いや問題もここっすよ。ジェイス、もう腐ったれが。いやー、ここなんだよな、俺一番怖いのは。どこ行っちゃったんすかね、あれは。何でしたっけ、ジェス。うわー、ソロプレイなのか。やばいよ。だるいな。ジェス、どこ行ったんだよ。全然面白くない。怖いなこれは。勘弁しろよ。まあまだこの段階では大丈夫だと思うけど。おい、いるのか。おお、リアクションが取れないっていうね。いきなり脅かしやがって。うん、なんでここにこんなもんが。本当にね、リアクション取れないんですよ。本当にこの手のゲーム、そう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 、マジでリアクション取れないからな、もう何なのっていう。何も無言の人みたいになっちゃうからね、これで映像上に。愛しのジェス。いや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 、お前はすぐに出て。なんだおい。本当ケースタ君、どこがだよ。ねえねえ、これ見てよ。誰が見るもんか。いや、いやだね。全部撮ったのかよ。見てよこの顔。マジでビビったんだよ。こいつずっと好調したな、マジで。森のど真ん中なんだぜ。そう、怖かったの。誰かに送りでもしたら。何？お前を殺す。マイクって女の子みたいに超キュートな叫び声なのね。うざしい。本当の姿を知るにはビビらせるのが一番ってことだね。マイク顔が。うわ、これどうすんの、これどうするの、これマイクは孤独に怯えてる。そうだからね。そうだね。かっこつけよう。まあでもズボンはまだ履いてる。へえ、そうなの。ああ、もっと頑張らないとな。チャレンジのつもり？覚悟はできてるかな。ああ、私が全力であなたを恐怖のどん底に落としてあげるから。おお、マジ近くね。近くない。やばいよね。やばいって。絶対早く行こう。もう多分スピードとか関係ないけど。うわー、マジで怖え。これ絶対怒るぞ。なんかいい感じだろ。うん、すごい。そしてまたこのこのペアの歩きパートが長い予感だぞ。これどんだけ離れてんだよ、これ。
部行かせたね、ね、ここまで行くとね。人の叫び声じゃなかった？いや、違う。あ、多分あれはリスか他の。マジで本当、お前離れんなよ絶対。そうなんだよ、これは怪しい展開なんすよ。ドラクエパターンはよくない。うん。え？聞こえた？うん。おい！いや、絶対誰かいる？絶対なんか起こるもんな、これな。あ、ここ狙うパティン。いや、これ本当だな。うお、危な。何なんだ。読めてきたよ、このアンティルドーンが。殺されるとこだった。読んでたね、今ね。今だんだんね、ゲームをやることにね、展開が分かってくるからね。まだまだだけど。いや、怖い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 。いいね、さっさと行こう。本当マイクの言った通りみたいだね。何？このコテージ素敵。笑いねえ。絶対なんか。おお？怪しいな。ここは真面目に行くか。マイクがね、真面目に行く姿あんまないんでね、今。おい、この壁見ろよ。やだ、何？すんげえ不気味じゃね。ほんとゾッとする。好きなんだろ、したい？うん、マイク、やめてよ。残念、そうか。気に入ったぜ。捨ててった。何だったんだろうね。驚かすと何かあったのかな。特に何もないのか。分かんないよね、このゲームは。これ歩きを完全に俺に委ねてきてやがる。マジでやべえパターンだよこれは。L を失敗で事故んねえようにしないとな。これは読めなかった。分かれないっしょ。これは分かんないっしょ、さすがに。でなんか怖いの多いな、やけに。今の何？あまり知りたくない。でもそういえばまださ、まあ死因的にあれだけど、あの暗転来てないっすね。そうね。いやー、なんかこの木がさ、絶妙にやばくない？鹿の死体っぽくない？うわ、ひどいな。残酷だよ。いや、見てる場合じゃねえだろ。くそ、これじゃ助からないな。は？なだめるって、なだめると殺すってのあんの？いやぁ、ひどすぎる、かわいそうに。しっかりしろ。こわ。大丈夫、平気だ。マイク、この子すごく辛そう。すぐに終わるさ。いいな、楽になるよ。逃げろ、早く。もうマジで今の一体何なの。死ぬかよ。足がある、こっちはこっち。はい、危ない、もう出た出た出た。クマだ、あれはクマだ。クマか。死体保育で出た。このパターン、このパターンね、このパターンね。よし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 、前回やったからな。大丈夫大丈夫。これ落としてないの、もう。いいのかな。まだやめとくよ。あ、また。ジェス、立てよ早く、立つんだ、早く。立つんだジョー。最後ジェスをね、助けないっていうね。言ったね。うん、いやでもね、ここまで来ればまあいけるだろうなと思ってた。疲れた、
マラソンでもした気分だよ。本当にそうだな。クマだったのか。これはやっぱり芋づるコースクをね、回避しかけてた。早い。私全然見えなかった。まあ、もう襲ってきたりはしないって、絶対。自信はあんまね。いやー、この穴から来るだろ、絶対。クマがドアの開け方なんて知ってるわけないだろ。絶対来るっしょ、これ。車のドア開けるの見たけど。え？どこで？インターネット。マジ？マジ？まあ、でもここはインターネットじゃない。いいか、現実だ。それに、いやー、怖い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 、ぐるっと向いて。ここには入ってこない。信じてあげる。よし、だんだん気が楽になってきた。少しね。もう、また全然居心地よくないじゃないの、マイク。ああ、隙間風だらけだよな。マジで怖えな、もっとこのゲーム。怖いね。火がなくても温まれる。いやマイク、レディー、あの時間制選択肢は確かにね、あるんだよね、結構ね。ね、海外のゲームとか特にね。そうなの？女の子はムードいっぱいの明かりつけて、暖かい火のそばで彼氏と寄り添うのが理想なの。ああ、でも体を寄せ合えば暖かくなるって。マイク、何？暖炉、それにムードライト。はい、ただちに。面倒だ。面倒だな。くそ、こいつを抱くのは面倒だ。ムードライト、懐中電灯でいいやん。ダメですかね。え、なに、本当に仕事しろってこと？は？嘘、やだ、マイク。何？もう、やめて。あれどこなの？何？どうしたんだよ。ないの、どこにもないの、ほんと。ジェス、落ち着いて、何がないんだ。私の携帯、バカ。ああ、携帯ね。もう最悪。外で落としたのかも。ああ、マジか。見つけないとやばいよ、親に殺される。買い替えればいいだろ。今年だけで4代目なの。じゃ、探すの手伝うよ。そういう女の子いそうだもんな。きっと外だね。うん、だな、でも外に出るのはやばいと思うぜ。クマか何かいるだろう。いや、外は俺絶対出たくないぞ。わかった。これがエミリーマットだったら、うん、マットに行かせたね。いやー、なるほどね。見てろよ。ハートに火をつけてやるぜ。そのセリフ使いたくてしょうがなかったんです。セリフナッシングだな。マイクともあろう方が。よし、これでムードはバッチリ。ひねりマジでうまくいかないんだよね。怖いよ、なんかあったね時に。そう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 、ひねり難しいんだよこれ。この辺の操作がね、なんかいちいちね、こう押すのと。氷の彫刻とキスする羽目になりたくないなら早く火を起こしてよね、今すぐに。任してくださいよ。つけたぜ。やったね、ブラボー。え、ではお嬢様、お次はどういたしましょうか。人ではないよな。人だったらマジ怖い。いや、ここいいとこなんだからマジ邪魔すんなよ、ほんと。まあこれ邪魔入りますかね。ああ、もっと、え、ガチって。おっと、いったね。あぶね。クマ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 、たぶんクマいなくなってくれ。なんだ、めちゃめちゃ可愛いブラつけてる。マイク、今の何？ミルキーみたいな。何なのか見てきてよね、お願い。お前マジかよ。ちょっと待てよ。ハイスクールミルキーが。もうどうなっていいわ、もう見せろよ。なあ、おい。最後の砦が固かった。嘘つけよ、本当。ガチ怖えんだけど。え、なんか窓からでよくない？こっちか。どこが？何だったんだ今。ここでしょ？ねえ。
いやーマジでやだって本当。これ本当に外行くの？どうなの？俺それやだよ本当に。大丈夫だよね？行かねえこの男。大丈夫大丈夫。なんもなかったからね。ただこの辺なんか物落ちたんでしょ？あ、開いてる。やばいじゃん。絶対やばいじゃんこれが。なんかもわもわ。いやこれ開いてるじゃん。もう入ってんの？入ってるでしょこれ。入ってくる。携帯じゃん。渡す。君の携帯だ。なんで私の携帯が？さあね。窓から入ってきた。もうあいつら最悪。頭くる。何？もうあいつらだよ。私たちがいい感じになった途端にいたずらしようってつもりなんでしょう。絶対そうだろ。いやさすがに人間の仕業としか思えないよな。なんだって。ねえちょっと聞いてる？変態だろ。あんたたちよ、いるのはちゃんと分かってるんだからね。そんなに邪魔したいわけ？私たちの楽しみをぶち壊したいの？でもね、無理だから。絶対邪魔させない。マイクと私はやっちゃうんだから。聞こえてる？私たち本当にやっちゃうんだから。それも激しいですよね。私たちもゆっくり楽しむから。あ、本当にやっちゃうんだから。かっこいいね。加減にしてよ。いや俺はどうなの。もう完全に持ってかれたけど。持ってかれたね。いやいや本当に彼女たちが話しかけてきたのかな。ドラマ起こしすぎだろマジで。本当だと思う。やべえ、これ持ってかれたか。ついに一人。調べてみるか。行ったか。あの感じはやばいな。で私はアシュリーね。今度どうしろと。これもうマジでやばいぞこれ。ジェス気になってしょうがないんだけど。ねえアシュリーやってる場合じゃないんだけど。これ頭入ってこないね。やばいやばいやばい。話した時女子怯えてた。ああまあ平静を保とうとしてたけどね。妹のこと聞かない方が良かった。でもそのために戻ってきたんだろ。まあそうだけど。とは図書室に行けみたいな感じですかね。かわいいってたよね。うん、マットマットはなんでちょっとみんなに嫌われてんのかな。コンスタントに嫌われてる。俺の選択肢の問題かな。ちょっとやっちまった感じなのかな。下から見えた光。どうなってるんだ。いい、うん、電気もない。この下に図書室ってことですね。なるほど。どっから降りんだろうな。あ、もうここじゃねえ。もう何なの。大丈夫かい。うん、多分ね。見て。何を。本の後ろに何かあった。ボタンだ。あれ何。これ開くやつだ。ボタンかな。なんでこんなところに。僕も知りたいよ。押してみる。ボタンは押すためにあるだろう。お前押さないじゃん自分で。せこ。よくあるやつですよね。パネルが開いて。かっこいい。なんか映画みたいな展開。だったらラブコメがいいな。ワシントン家が秘密の部屋を作ってたなんて。あったことさえ知らなかったかも。ここ古いし。で入ってみる。お先にどうぞ。ダメ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 。私は。おいマジかよ。わかったよ。これクリスにバトンタッチですか。え、な、なに？カメラじゃね？これは兄弟の写真ですか。多いね。多いな。すごい。え、これって何があんだ。怖。俺はやつらを捕らえ。うん、またやつ。嘘だろ。ハンナとベスに復讐する。え？じゃああれか。いやーこれはまどうしようかな。
正直に言うか。君のことあまり怖がらせたくないんだけど、これを見て。え、それ何なの？多分ウィジャボードが僕たちに見つけて欲しかったものだよ。やっぱりこう、いやだから本当おとぎそうみたい。手紙だ。復讐の話なんだ。てか、脅迫状か。クレス、やばいよ。ジョッシュに教えなきゃ。今すぐに。え、探索は？これも怖いね。あ、このスペースだけなのか。そうだね。なるほど、そういうことか。じゃあいいわ。部屋があったのか、はい。ハイテク。え？なんで？さっき上がることもね。そうだよね。おい、怖っ。怖っ。酔ったな。いや、怖いんだけど。アンナとベスは本当に誰かに狙われてたの？そうなりますけど。こんなの狂ってるよ。ほんと。は、マジで怖いんだけど。おかしいでしょ。不審者。ジョッシュのお母さんだ。ええ、先住民たちとの関係を良くしようと頑張ってたみたいだね。ああ、負の歴史が。先住民っていうのはいるんですね。なるほど。なるほどなるほど。ここはなんかあれだね、なんとか族みたいなのがいてってことなんかな。海外だからね、うん、なんかないよね。お外にはまあ出る必要はねえけど、ねえけど、どうするか。これジョッシュに会わなきゃいけないんだっけ。そうだ。ああ、さっきサムと一緒に見かけたものが気になってて。何？あ、なんだろう。指名手配者の張り紙、西部劇っぽいやつでさ。それで？それにサムは誰かにつけられてる気がするって言ってた。はあ、マジで？え、それって山のどこかに犯罪者が潜んでるってこと？伝言があった。電話機に留守電が残ってて、あったね。警察の人が最近男が刑務所から出所したけど何もできることはない。どういうことなの？警告っぽかった言い方が。そいつが確かになんか留守電が入ってたんだよな。入ってたね。はあ？床板の下、図書室の明かりだよ、うん、しかもあの脅迫状を見つけたんだ。クリス、今ので私を元気づけられると思ったら大間違い。なんでよ、なんでだよ。ジョッシュの声よ。キッチンからだ。ジョッシュ、ジョッシュ、今行く。待てろ。アッシー、どうした？救ってくれ。怒涛の展開です、これ。待ってろ、すぐに。あぶねえ。アシュリー、アシュリー。おい、マジか。あの展開だ。アシュリーだったか、あれは。そっか、今のところ多分そうでしょう。何言ってたんだろうな。うわうわ。やべえやべえやべえ、これやべえじゃねえかよ。おい、どていうか、こいつは堂々となんで歩いてるの。今ちょうど30分だけど、ちょっと今回は早かったなぁ。動いたね、でもね、早いにゃかね。やばくね？っていうか動いたっていうか、ダメじゃねえあれもう。あそこから助かる術ある？ないっすよね。すでにダメな気がしてきたぞ。写真を数枚見せよう。君が親しくなった人たちの写真だよ。はい。だが実際はそこまで親しくないのかもしれないが。分かってるじゃないですか。いいかね。そうなんだよ。正直であることが重要だ。これから見せるペアから好きな方を選んで、時間をかけてもいい。重要なのは答えだ。え、時間かけてもいいんだ。珍しいね。直感でことで、サム、いえ、なんで。
なんでそこになるかな。ペンタ君のナンバーワン、俺どっちも好きなんだよね。そうだよね。うん、まあいいよね。いや俺どっちも好きなんだよな。どうしようこれ。え、なんでエミリーからやってくんねんだろうな。早いよね。うん、お、ジョッシュはね、好感持てるよ。読んだからもう。いやでもな、マットもマットでな、なんつうかなんだよな。マットはみんなに嫌われてるからね。そうなんだよ。まあでもまあエミリーには好感持てないよね、確かにね。これはまあ皆さん思っておこうじゃないかなっていうところです。この2人か。今最も気になる2人かな。いや、むしろ最も気になってない2人だね。いやほら、展開、展開、あ、展開ね。うん、いやもう完全に助からんしよ。もうアシュリーとだってさ、ジェスはもう助かんないよ。マジでもう見えた。ていうかこれを選んでるのは誰なの。そこだよね。そうね、今のおっさんも言ってたけど、うん、君の仲の良かったみたいなこと言ってたけどね。なんか天国かなんかですかね。マイク、ジェス、ね、もう結構じゃあ男の子の方がよりですね。そうですね。わあ、こうなってくのね。これはまあ早いんだけど。あーマジか。そうなるのか。頭を抱えた。いや、アシュリーは今んとこね、嫌なやつ感はないんだけど。はいはい。かといっていいわけでもないと。そうなっちゃうね。まあ、俺はやっぱりまあエロい方がいいかな。いい女。うん。本当はどうでもいい女。あーあーあーみたいな顔して。教えてくれ。君が遊んでいるこのゲームの中で誰が一番嫌いかな。は？え、そうなっちゃうのか。そういうことね。早くね。いや、この2人で行ったら確かにエミリーの方が嫌だけど。みんなエミリー。君の好みには合わない。いや、だってこれここまでの展開でさ、嫌う理由になるってさ、多分エミリーかさ、マイクぐらいじゃね。何か思い当たることがないか。ああ、またもや時間となってしまった。次回また話すとしよう。マジか。でもなんか今回はまともだったな、ある種。そうね、なんか物語に関係ありそうな感じだったな。内容に触れてるね。